こんばんは、プリティです。もうね、暑くて暑くてたまらんちよ。さっきまでずっと寝てた。今日はね、ニュース動画だけになると思いますので、よろしくお願いいたします。ジューナレステレビ、想定以上に爆売れ、 NHK 受信料もなし。チューナーレステレビの新発売が相次ぎ、各社いずれも売れ行きは好調だ。ゲオホールディングスは7月22日から全国579店舗のゲオストアで 4K 対応のチューナーレステレビ3V型32,780円で、 50V 型は38,280円を販売し、同31日までの10日間で計1000台以上販売した。同社では2機種で6000台の販売を見込んでいるが、出足は好調。もういらんねチケいらなくなっちゃうじゃん。おばちゃんいろんなとこ回ってるけどさ、いらんねチケのさ、なんていうの、あの、ステッカー貼ってるところを見るとなんか悲しくなっちゃうんだよね。だってもう今、チューナーレステレビでもう、変なこともいらねえってなっちゃってるからさ。これスマホとかもしつけれたとするでしょ。スマホとかとネットを見る用の。そうするとさ、ねえ、今 NHK ネット頑張ってるでしょ。嫌な予感はするわね。でもこれで、ねえ、受信料徴収してこないと思えないんだけど。だって今までもう、なんていうの、あの、黒いスーツの人来るんでしょ？オタク見てますよね。いや、あの、チューナーレスですよって言ったら、え？その証拠はって、いやいや、だからチューナーレスですよって。え？いや、だからって、いや、だからテレビ映んないんですよって、だからその証拠は、あ、いや、だから、ええちょっと待ってよ。チューナーレスって言ってんのに、どうしてそんなに言ってくるんですかって。いや、だからその証拠ないじゃん。ちょっと、ね、それ、本当かどうかちょっと見せてよって。なんか、来そうなんだけど、黒いスーツ着て、なんかサングラスかけた人が。一人ならいいわよ。いっぱい来たら嫌よ。そういえばね、あの、セクシー女優の、まあ、ホーセディディさんって人いるんだけど、その人がなんかね、YouTuber が院長を務める、まあ、ドラゴン補正って人の美容クリニックでね、レーザー脱毛手術したんだって。で、機械の故障でね、皮膚が火傷しちゃったらしいんだけど、あ、これは、いや、かわいす、女性でしょ？あら、これ、治るのかしら？あらら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 、ら鱗みたいになっちゃってんじゃん。で、なに、クリニックからの保証がゼロ。保証ゼロ？え、てかさ、こんな風になっちゃったとするでしょ。保証しないってなると、なに？ここの、なんていうの、クリニック、ちょっと、やばい事態になるんじゃないの？怖くて行けなくなっちゃうじゃん。でしょ？保証しなくてももう、ちょっと、とはなっちゃうと思うけど。すみません。さすがに、1月に受けた、脱毛の、色素沈着は治らなくて、すごく困っているのですが、なんとかなりませんか？一生このままなのですか？きちんと見てもらいたいのですが、保証しています。ご連絡ありがとうございます。現在の状況をお写真いただけたら幸いです。スタッフもありがとう。あららららららら。まあ、これは、ねえ、これ、保証してもらえないの？かわいそうすぎて、ごめんなさい。まあ、あの、B
ベインクリニックでこういうこともあるということはね、ちょっと皆様にお伝えしたいかなと。いや、これはちょっとかわいそうね。ちょっとどころじゃないのかな。治るといいかなと思うんだけども、残っちゃうんじゃないのかな。おばちゃんのさ、友達でさ、とてつもなく金かけて、600とか700万。で、育毛手術したのね、石田一生とさ、似たようなやつ。違う部分の皮膚をさ、持ってきて、そこを植毛して、なんていうの、生やすとかっていう。でね、600かけてで、悪化したのよ。さらになんかなくなっちゃった気が。で、つけた皮膚のところも色もさ、ちょっと変だしさ。で、そこの部分もう全部毛が死滅しちゃって。だから安かったからっていうの。もうちょっとお金をかけて、ちょっとやってみようかなって言うんだけど、もう周りで止めたのよ。お金かけて、で、違うクリニックでやるでしょ。いや、そこでやるって言うの。結果出なかったんだからって。で、別に、ショーン・コネリーみたいでかっこいいじゃんって言ったらさ、007の人ね。したら、でも気になるって言うから、いや、そんなかっこいいからいいよ、とかってみんな止めて、なんとかやめさせたんだけどさ。ねえ。まあいろいろリスクがあるっていうことはみんなちょっと知っておいた方がいいんじゃないのかなと思う。料理研究家のさ、デイジっていう人がさ、SNS、まあツイッターとかで、なんかレシピを載せたんだって。なんか闇つきピーマン。一度ピーマンを焼いてから、闇つけダレにつける焼き火足しのレシピです。こんがりと焼いてピーマンが香ばしさを与え、味も染みやすく、食べやすくなります。マジでおすすめ。で、これをね、なんかやってみた人が、焦がし？これがどこまでやればいいのか、わかりません。もっと誰でもできるレシピにしていただけないでしょうか。私もリュウジさんのレシピ食べてみたいのに、全然できません。で、リュウジさんが、元のレシピはフライパンで焼いてるのに対して、これはね、グリルで焼いてます。だから、もう少しわかりやすいように、選手しますが、まずは、マジで頼むからレシピ通り作ってください。マジで頼むから、レシピ通り。だから変身したから、これみんな見て、焦げちゃうのって。まあそういう声があったと思うんだけども、で、ファンの人とかがさ、いろいろ見たらこれ拾いがらしいのよ。だからこういうレシピありますよって、誰か料理研究家の人が出したらするじゃない。焦げちゃうじゃん、このやり方って。変身すればみんなそれ見るでしょ。この料理大丈夫って印象は与えたアンチだったみたいよ。あ、ひど。調理に失敗したヒロイ画像で嫌がらせしてる。この人の言う料理通り作るとこうなっちゃうわよって。それをわーって広めようとしてるってこと？いや、いろんな人いんよね。へぇー。そこまでしてこの人の料理を下げたいと。で、それをファンの人たちがみんな見つけて、これ広いがですよって教えてくれたの。いや、いいファンの人たち多いじゃない。よかったわね。知らないとこの人の作ってる料理ってこうなっちゃうわよっていう。いや、おばちゃんもね、ちょっと負のイメージあんのよ。おばちゃんって、なんか X ビデオばっかしか見てないって思われてると思うのよ。いや、それはちょっとね、みんなに一言言いたい。そんなエロでできてないわよ。それ以外もちゃんと見てるわよ。マスタベとかね、あと変わんねえですか。だから疲れてるとそれしか見るもんないよ。最近同じのばっかしかさ、流れないから。ねえ、誰かいいの教えてよ。いや、おばちゃんはなんかね、まあそういう、アンチの人たちにこいつひでえわっていう拡散してもらうとダメかもしれない。欲にまみれちゃってるから。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市営クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4に「ね」という書き込みがあるのね。
れてどういう意味かしら。